高さおよそ100メートル前後の奇岩群で知られる久万高原町直瀬の国の名所古岩屋で紅葉が見ごろを迎え、赤やオレンジの葉が季節の移り変わりを演出しています。近くの国民宿舎古岩屋荘によりますと、紅葉は平年に比べて1週間程度遅れていましたが、ここ数日の朝晩の冷え込みで一気に色づいたということです。13日は8部から9部の色づき具合となっていて、そびえる奇岩群のそばで大勢の見物客が涼やかな風に揺れる色鮮やかなカエデ類にカメラを向けていました。紅葉は週末いっぱいは楽しめそうです。